同じリズムで入ってこいよ。あ、そうそうそう、リズム取れ、何か動かしとけ。なんか俺160キロ投げられても打てそうな気がする。触れると思う。練習ではもっと極端に意識でやんないと。こうやって座らすんですよ、うん、こうやって、はい、で取ったらこっち投げてね。刀を鞘からスッて抜く動作が今やろうとしてる動作と一緒なんですよ俺、はい、そういう感覚で打ってて。おーっすか。こっちあれしたらこうなるね。それなんだよ。100、100、100っす。俺がフォームが崩れんのよ。みんな満振りだって笑うんだけど。いや全然それ正解だよね。正解です。一番やっぱ大事なのはタイミングの取り方ってあるじゃない。そうですね。でもな、それが一番バッティングの肝というか。アメリカって基本的にその打撃の型は教えないですよ、うん、アメリカの BP ご覧になったことあると思うんですけど、めちゃくちゃ近いところから バッピが、いや本当近くて遅いよね。投げないですよ、投げないですけど、例えばあの広いグラウンドだけどここぐらいに L 字立ててこうやってもう投げちゃうんです。そうそう。でバッターがこう打って着弾するのなんて見れないうちにポンポコポンポコ来るじゃないですか。これではいカーンっつって、うん、同じリズムでパーン。そうそうそう。あれがバッティングのキーだって言うんですよ僕は。同じリズムで入ってこいよっていう練習なんですね。今まで聞いた理論の中で整理すると間に合うよね、はい、間に合うんです。試合ではそんな飛ばそうと思って打っちゃいけないんですよ。テニスのボレーみたいな。例えばそのピッチャーも騙しに、はい、まあ、足を上げたり、はいはい、時にクイックでなんかするよね、はいはいはい、でもそんなことは怖がる必要ないって。あ、ないですね。固まる形っていうのはあんまりあっちでは推奨してないかもしれないですね。リズム取れ、何か動かしとけ。どこでもいいんですよ。足動かしてもいいし、あの昔の吉野さんみたいにこうやって足踏みしてるのもいいけど、ここ止めといて、ここで世話しなかったりする人もいるし。それでさ、今ものすごい気になってて、村上どうなってますかって言われるんだよね。ああ、で、俺は構えから直した方がいいと思うのは、はい、ああ、こうね、こうやって背中のこう入り腰っていうかさ、ものすごい姿勢がいいのよ、うん、そう、あんまね、そう、姿勢がいいのも良くないとは僕は思う。いや、俺ね、力を出す人って、はい、必ずこうやって丸まってんだよな。あ、おっしゃる通りですよ。ウエイトトレーニングで出力を出すような構えって野球ではタブーです、うん、こうふにゃふにゃふにゃって抜けてないと。それがなんかこうは無理ですね、こうはね、うん、いや、だからこうはね、だから俺はこの入ってんのがものすごい気になるの。その姿勢取ってみてください。あの村上のここが固まってたらまずいですね。ここがふわって抜けてないと、普通抜けてたら少し丸まると思うんだよね。両サイドが同じテンションかかってんのはちょっとおかしいかもしれない。こういうふうに、まあ、左右前後で抜けてないとかなんですね。こう、で村上さんが今年あのバレルバットみたいなのをちょっと使ってバッティング練習してて、これ重いじゃないですか、パッと思ったら重いじゃないですか。で、重いのを重いものみたいにガチャってやるんじゃなくて、重いけどこうやって話は落ちるよねっていうふにゃふにゃな感じでリラックスしてこう構えられて、最後の最後で出せるならこのバットいいんですけど、これをこうやって構えからがっつり固まってたら1個遅れます絶対。1回だからどっかね、ウィンターリーグとか行って、あっちの BP とかには中入って、自分がその打撃方法で BP でちゃんとこなせるかやってみた方がいいんですよ。多分村上さん構えるまで時間かかっちゃうと思うんですか。いや、かかるかかる。でね、今年見ててすごくいいなっていうのは岡本なんです。ああ、そうですか。岡本がやっぱこうリラックスした状態でもスッとも、うん、やる気にいい感じね。そうそう、もうふにゃーっていう、はい、どこでもいいみたいな感覚なの。俺が最近ねすごく思うのは、自分はこうやってどちらかというと左肩の前にかけて、あの前に構えて
で、ステップと同時に後ろだったの、うん、だけどこういうのを取り入れたらよかったなと思って、今の方が予備動作があるから振るよっていう、 そう、その半分打ち行くっていうことがもっと柔らかくできたかった。そうだよね、はい、スイングキャンセルっていうその表現ですね、うん、スイングキャンセルっていう考え方、こう日本の従来のスイングでボール来た、これでもうストライクじゃないですか、うん、だけどバーティカルでボールじゃないですか、180度ぐらいバット動かしてるじゃないですか、振るためには。別にこれ下からこうやって打とうとしてるわけじゃないですよ、ここでここら辺で行こうとしてる、あやめたっていう動きなんで、後ろでの動きを意識的に作れるとよりタイミングっていうか、その瞬間的に動こうとしなくても徐々に加速で後ろの方で取れる、それがあのスピンバットっていう。これで後ろにこうやってなんか回しちゃう感じをつけながらスッて出る、スッスッ、これが別にこうでもいいんですよ、こうこう、日本の人の癖ってこう、ま、後ろにこうやって回そうと思ってもこう出ちゃうんですよ、こうやって出ないんですよ、ただこう後ろでこうやってくるくる回してるだけです。ただここで遊びでこうやってくるで、こっちもこっちまで出て、こっちで、はい、こっちのスピードから、はい、出たです。あ、そう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 。今のでいいです。今のでいいです。バットが勝手に、これ力で回してんじゃなくて、勝手にヘッドが落ちてくよね。あ、そうですね。そうですね。そう。それで、はい、どうも。あ、そうそう。いや、なんか俺、160キロ投げてても、投げられても打てそうな気がして。触れると思います。触れる感じがして。あ、いいんです。触れりゃいいんです。もう触れりゃ勝ちです。ホームセンターとかで売ってるこういう棒も、500円ぐらいで買えるんで、子供たちテニスボールで取れるようになったら、この棒を縦に使ってボール当てるんですよ。で、これね、日本のスイングする人って、空振るんですよ。当たんないんですよ。ここ例えばこうやって、ポン、これだけなんですよ。で、これで後ろでも、ちょっとやらせて、はい、ですちょっと最初日本の、はい、もうでも当て感あるからね。あでも今の日本、あ今のメジャーだ、いや今やりましたよ。そうです、それでこっちじゃなくてボールの方にちょん、ね、なんか当たったところで止める、軽く止めるって感じ。惜しいやつですね。こっち癖なんだ。そうですね。あ、だからこれ正面向いてやったらいいんですよ。これでこう出す。あれ、ちょっとこっちの方がなんかいいね。あ、いいっす、いいっす。あ、今いいです。あ、いいね。で、早く行こうとしないっていうのも大事。あ、そう。止め。そう、ゆっくり。そうだね。ボールが当たってくれるまでゆっくり行く。あ、それでいいんですよ。それでいい。それでいい。これが今こういく、でもね、これ難易度バリ難しいんで。そうだよね、はい、でラケットです。あ、それでラケット、ラケットこれでこうなんですよね。あ、面がこっち向いて、例えばもうちょっとこっち向いて、こっち向いてる面でこう打つ、これがこうか、あ、なるほど、こうからこう でこういう感じ。手が日本だと手首負けちゃダメと思うんですよ。そうそうそう、負けていいんです、全然負けていいんですよ。それでいいんです。それでポンってこれ縦目に入るじゃないですか、うん、で肘だけヒュッと回す、そう、それだけでポンって当てるだけだ。あ、それでいいんですよ。それだと入射角反射角が確定するんで、うん、変にゴロ出ないんです。あ、そうです、そうです。あ、今のいいじゃん。この手が後ろにこうやってただ回るだけに、こう回ってんのがこっち叩くよ。だからね、イチローがね、
あ、もうベストっすよ。こうやってやるじゃない。はい、あれインハイ意識してるらしいね。あ、もう素晴らしいです。そうやって言ってんだったら最高っすよ。いやだからこういう感じなんだよね、うん、やっぱりね。あのイチローさん素振りしてって言った時に真下振るじゃないですか、キズに。本人があれでインハイとか言ってんだったらもうほとんど僕イメージ一緒。あの人あれをインサイドアウトって表現するんですけど、あの自分のバッティングをね。俺はあれがバッティングの基本だと思いますよ。素振りしてで真下振るっていうのがバッティングの基本です。それもゆっくり振る、はい、ゆっくり振るのがいいんです。いや後輩に一回、はい、豊さんって高めってどうやって打ってるんですかって。いやその高めのラインに合わせて振ってるだけだよって、うん、そうですよ。そのもちろんいや叩きにはいけないぞって、はい、バッティングはって言って、でもお前言うなよって言ったんだけどいやいやだって、うん、叩けの世界だったから。だから僕よくプール理論つって自分プールでボール浮かんでて、ボールがこうやってプカプカ浮かんで流れてきます。バットをこうやって上に持ってます。水の下つけれないでしょっていう話。ここに当てたかったら水辺ギリギリで抜けてこないとスイングできないじゃないですか。縦振りっていうとこの前あの別のレジェンドの人の YouTube でお忍さんと掛布さんが、ね、縦ってこうだろ、こんなの打ってるわけねえじゃんって言ってたんですけど、確かにこんなんでは当てないんで、ただこうやって真横に行くことができるなら少しでも縦要素入れた方が角度がそういうことです。ボテゴロがね、危険がなくなるんです。だけど練習ではもっと極端に行こうとする意識でやんないと今のこれにもならないです。もうこれでこうなっちゃいます。逆に王さんのこう刀で切るっていうのも極端な練習だったかもしれないけど、これは日本人がもうこれが身についちゃってるからゆえの極端な練習です。まあそうだね、はい、日本のまあキャンプ行ったりとかにしてもこういう練習はしてるよね、よく、はい、もうこうやって、あ、ここでですね、うん、で阪神の近本選手なんかはやっぱできるだけこういう風に。そうだ、近本さんはルーキーイヤーから次の年でバットの当て方変えたって言ってましたよ、ね、そうそう、あれが正しいですよ。アマチュアだったらついていけたけど、あまりのその球威だし、速いなポンっていう時にこれじゃ無理だっていうの、あれ正しいと。ただそのバッターが理想郷はピッチャーが投げてきた時に変化できるっていう か大谷だったらインコース、インコース低めだったらほぼバーティカルで入って左中間にホームラン打つじゃないですか。それもできるけど、あ、なんか高めきたで払うようにパンって打つこともできるみたいなのが理想ではあるんですけど、高めがこう、真ん中はこう、低めはこうで、仮に技術として持ってたとして、よし高めはこうね、真ん中はこうね、低めはこう、よしよし、あ、ピッチャーこい、ピッチャーこい、ピッチャー、高めか違うフォークってなっちゃうんでなっちゃうんで、だからワンツールで行きたいんですよ。だから高めもこうだし真ん中もこうだし低めもこうだと高めじゃないで落とせるんで、あの DeNA の宮崎がやっぱできる、あ、できます、できます、できますよ、こうやってやれな。俺あの人の構え大好きです。あのもうやる気ない感じっていうか、こう狭い感じ、構えてないじゃないですか、構えない。あ、で背あんま大きくないじゃないですか、うん、そのボールに対応して振りいく感じって最高です。そうそうそう、あれが最高の形だよ、ね、です。だから昔のメジャーの人たちでクラウチングスタイル多かったじゃないですか。ただこれでちょんと当てるともうほんと角度ついちゃうのは自然とバーティカルになっちゃうんですよ。横振りでも癖がついてる人でもこうやって振ってる人でも体がこうすれば縦なんで、そうだね。だけどこれって本当のバーティカルじゃないです。こう来てこうも縦では振れるんですけど、本当のバーティカルは肩甲骨こういう風に下は横だけど上は縦みたいな。今はやっぱり多少バットがこう寝てくる、はい、それだとやっぱり高めよりも低めの方が強いバッターが多 いです、ね、だからゴロだったはずがゴロじゃねえみたいな。マイク・トラウトなんかそうじゃないですか、うん、だから今はやっぱフォーシームの高めを投げることをやっぱりやんないと抑えられない。そうです。そしたらバッターたちも多少
こういうのかな。あ、変わってきましたよ。少し変わってきた、ね、今変わってきました。だからホアンソトとか真横に行く感じなんですけど、やっぱそこは横、横なんだ。横なんですけど、そこを横だって思っていくと、今度はダルビッシュさんたちの術中にはまりますよ、ね、そこを餌撒いて、餌撒いたらもうはまります。だから面倒くせえのは抜き別とかフリーマンス、全部バーティカルでいきます。大谷も面倒くさいですよ。もう今高めでもこんなんなってついちゃいますから、ね、あれで横のスイーパーとかを打てられちゃうとピッチャーきついと思います。で今インコースにカットボールばっか攻められてるじゃないですか。そうそうそう、あれが唯一当たんねえんじゃねえかと思ってるのが大間違いだと思う。こう打ちに来てんのこっちに打てるんだよ。あのドライブラインってあるじゃん、はいはいはい、あれはどう思う？あのドライブラインのコーチ、あのこの前沖縄のウィンターリーグってアマチュアの人たちのドライブラインのコーチが来てってお話しして、でちゃんとこう理屈に沿ったそのボールをどこでこう捉える方が、あの確率が高いですよとか、体には三軸あって、横に回る軸、ここが横に回る軸の他に縦にこうやって回る軸が3個あって、日本の人は横軸ばっかだ。そうだ、はい、まあ大体の日本の人っていうのはこのリストターンというかこうロールオーバーが過ぎるから、そのミートゾーンがあって、ちゃんとそれを分析して出してるんですよ。これドライブラインのバットなんですけど、 とんでもない重いんですよ。これはあのサトテルとか使ってましたけど、これレンティしようと思わないぐらい重たいじゃないですか。レンティできない、できないですよね、折れちゃいますよ、ね、これを要は体のなんていうかな、重さを生かしてその弧をでかく取るって振ると、まあバーティカルっぽくなるんですよ。だからゴルフのスイングでいいと思いますよ。あ、そんなんでいいと思います。そうすると重さが味方につくというか、そうだ、ね、はい、でこの後ろのラインでこうやって落としていく感じっていうのができるようになってくる。あ、そうそうそう、だからイチローの素振りに似てるじゃないですか。そういうこと、なんか今だと打てるような気がしてくるな。いやいや、なんか長いことありがとうございました。はい、すいません、また来ます。はい、まだ足りないよね。そうですか。上辺は分かったけど、はいはい、こう本当の使い方とか、そうですね。ちょっと今度は実践で、はいはい、心の準備ができてなかった。オッケー、そう。いやでもね、理論聞いて、はい、あ、なるほどなって、もう納得の嵐だった。あ、そうですか。いや本当勉強になりました。ありがとうございます。やっぱね、遅れてるわバッティングが。自分がね、あ、はいはいはい、まあ、みんな勉強して分かってるかもかで、はい、自分が遅れたことに恥ずかしさ、はい、ありがとうございます。どうも、どうも、どうも、デリエさんに学びたい方は詳細入れておいてください、はい、ありがとうございます。まあ、住所とかね、はい、あ、あの入れとくんで、まあ、概要欄の方をご覧ください、はい、よろしくお願いします。